という間の2ヶ月間でした。高橋正樹です。ライブの空気感を皆さんとどういったら分かち合うことができるだろうかということで始めたこの番組も今日で最終回を迎えます。毎週楽しみにしてくださっていた方たち、本当にありがとうございます。ライブ音源を2曲ずつつないで1本のフルライブにして、ライブを感じ合いましょうということでスタートしましたけれどもね、この3ヶ月間ちょっとの間で大きく変わってしまったこの世の中ですけれども、ライブ配信であったりね、そういったものが出始めたのもまた一つ大きな音楽の世界の転換期だったなというふうに思うんですよね。で、僕自身も本当に必要性を感じる時が来たら、そういった配信も望んでみたいなというふうに思うんですけど、基本としてはやはりライブというものは生身の人間同士の気みたいなものをお互いに感じ合うものがライブだなというふうに思っています。それは今まで、ずっと培ってきたものでもありますし、これからも大切にしていきたいものです。年を重ねて様々なことを経験してくると、こう物事についてこれはこういうもんだというようなある種の決めつけであったりとか、これくらいでいいなとかいった程度であったりがこう分かり始めるようになるじゃないですか、どうしても。それはけれども、こう10代20代30代はじめ40、50、60、70、80、90と100と、人間いつまで生きるか分からないですけれども、こうその世代ごとに見える景色って絶対あると思うんですよね。感覚であったり気持ちというのはあると思う。でその時に思う、こう生きてるうちが花だってよく言うじゃないですか。で僕は生きてるうちが花というよりも、こう元気で動けるうちが花だなというふうに思うんですよ、だから何だってできるような気がするんですよね。でそこにこういろいろな現実というものがのしかかって、躊躇したりしてしまうというのもわからないわけではないけれども、あの頃は良かったっていうことよりも、あの頃も良かった、で今もなおさらいいぜっていう、こうまあ決して強がりではなくて、そう思える今を進んでいけたらいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。だってあの頃の自分も今の自分も、言ってしまえば同じ自分なんだから、あの頃にないものが今できてるじゃないかって。でそれは体の衰えとかもありますけれども、気持ちだけは衰えることのないように突き進んでいきたいなとお互いに思うんですけどね。輝きを見せてくれ。若さに任せ、明日へ駆け抜けた、あの頃にはない輝きを見せてくれ。何にだってなれる、どこにだって行ける、年を取ってゆくほどフットワークが軽くなってく、空を飛んでいく鳥より革靴にその足取り重くさせられても、スーツにその身動き、どんなに鈍らされても胸ポケットに忍ばせてる譲れない自分いるだろう。いつの日も若さに任せ、明日へ駆け抜けた、あの頃にはない輝きを見せてくれ。何度だってやれる、何度だってやれる、荷物を背負ってゆくほどフットワークは
軽くなってく誓うだけだった夢より、向かい風背を向ければ追い風にも変わるけど、あんな大人にはなるなよと豪語するようなバカより、こんな俺のようになるなよと笑って決められるバカっていろ。男なら飾るな過去を、語るな寂しさを、あの頃にはない輝きとともに今夜。そのままでいい、そのままがいい、そのままでいい、そのままがいい、なんて言われなくても知っているよ、あえてそんなことを語ってんじゃないよ。共につるんでた時よりも久しくなった友人よ、描けるよ今ならもっと自由帳はみ出すほど、校庭を走る少年の汗よりも両方を染める少女の目よりも、若さに任せ明日へ駆け抜けた、あの頃にはない輝きを見せてくれ。ララララ、ララララ。輝きを見せてくれ、ずっともっと、ララララ、輝きを見せてくれ、もっともっと。輝きを見せてくれ、ありがとうございます。輝きを見せてくれ、お届けしました。まあ何事も正解というのはないと思います。これが正しいとか、これが間違いだっていうのが特にないのが音楽の世界だなというふうにも思うんですよね。
ギター一本の響きを大切に、そしてバンドに負けない、音作り、ギター一本で、そしてシンプルに、言葉の響きを大切にメロディーを紡ぎ、歌い、そして奏でていく、そういったライブスタイルを大切にしてきてます。これこそあと信じられるものがこの世にあるだろうかと昔吉田拓郎さんが歌ってました。僕はその言葉は本当になるほどというふうにやっぱ思うんだよな、決して自分に自信がないというわけでもないし、うぬぼれてるというわけでもないし、やはりその先に行き着くのはまだまだだよなという気持ちであって、今おかけした歌じゃないですけど、もっともっと何かまだ見ぬ自分がいるんじゃないかっていうふうに思ってやまない、ちょうど先週6月27日は札幌は歌謡クラブありがとうさんでライブをさせていただいた、ありがとうございます。でその時に新しい歌も何曲かお届けしたんですけども、ライブ会場でもマスクを着用していただくっていう形ですけど、でそれでもやっぱりライブで一緒に歌いたいなっていう状況ってあると思って、でマスクをしたまんまでも歌えるような、ハミングできるような歌って、作れないものだろうかってこの間ずっと考えてて、でできた歌を皆さんと一緒に、歌って、口ずさんだんですけども、あ、これは一つ新しい歌だなというふうに思ったんですね。だから僕はこういった状況になって思うのは、あ、止まるからこそ見える世界っていうのがあるんだなって思ったわけ。止まるっていうのはこう何もしないってわけじゃない、受け止めながら進んでいくしかないよなって、また前向きな気持ちになりましたよね、一つの自分に区切りをつけてまた次の自分へ向かっていく、その連続なんじゃないかなって思うんですよね。扉、後悔には二つある、あんなことなぜしたのか、そしてもう一つ、あの時に忘ればよかったというもの、窓の外、懐かしい雪景色に、永遠よりも残り続く言葉探していた。手と行く道、そしてもう一つ、私の中、あなたを感じて生きる道、街の隙間、朝日の下、凛とした空、
答えはいつもこの胸の左側で問う。手と手を交わし笑顔で出会えた扉の向こう側、眼差しは強く舞いする雪、涙手と手をつり笑顔で別れた扉の向こう側、眼差しは強く愛する雪、涙包むように高橋正樹、扉お届けしました。2ヶ月間この番組、聞いてくださった皆さん本当にありがとうございました。毎回メッセージを寄せてくださった皆さんも感謝してます。拙い僕の歌そして喋りで、割りましたけれどもね、高橋正樹ってこんな人間なんだとか、こういう歌を歌ってきてるんだねとか、いろいろ感じ取っていただけていたら嬉しいです。僕自身もまあ、こういった世界情勢にならなかったらこの番組やってなかったと思うし、ただ一つずっと去年ぐらいからずっと思っていたのは、一度自分自身の昔の歌たちを出し尽くしてしまいたいっていうのがあって、それはこの番組で主軸としておかけしてきた15周年記念コンサート扉ってね、そのライブ音源がありますけど、まあそのコンサートの時に一度曲を出し尽くしました。でそこから約、まあ、3、4年、経ってきて、
自分自身の人生の節目が何個か訪れたんですよね。で、来年2021年で活動展開20周年を迎えるわけですが、その前に一度こうした形で出し尽くすことができたのはまた一つ大きなチャンスであったし、ステップにもなったなって思います。だからこれから生まれてくる新しい歌たち、そして動向を気にかけてもらえたらなって思います。この番組今日で最終回、寂しい気持ちはあります、お互いにありますけど、必ず、お会いできますから、もうもしかしたらもう二度とライブを見れないかもしれない、聞けないかもしれない、こうラジオっぽいこの番組も聞けないかもしれない、そういったこう寂寥感であったり寂しさであったりを僕は毎回ライブのステージ、ラジオのこの番組の後ずっと感じてる。毎回毎回が終わりであって、毎回毎回が始まりなんだっていうことを僕はこの番組を通じて一番伝えたかったことかもしれない。お互い無事に体に気をつけて、また必ずお会いしましょう。お相手はシンガーソングライター高橋正樹でした。またどこかで。バイバイ。Thank you.